それが私の教育方針だったんだけど、どんなに生徒のことを思っても、私の情熱なんてちっとも伝わらない。教師って、虚しい職業ね。そんなことを考えてたら、試合中カッとなってつい反則しちゃったんだけど、相手の怯えた目を見て、なんだかゾクゾクして。その時気がついたの。これが本当の私。だから方針変更。これからはビシビシ行くことにしたわ。悪い子には特にね。さあ、授業を始めるわよ。次にお仕置きされた以降は誰？
まだまだよ。まだ寝かせないわね。それ。次にお仕置きされたい子は誰？まだ寝かせないわよ。
次にお仕置きされた以降は誰お仕置きされた以降は誰今日の悪い子はあなたね。返事が聞こえなかったみたいだけど、先生が聞いてるんです。きちんと返事なさい。そう、先生になんか返事もできないっていうのね。いいわ、それじゃあ力ずくでも返事させたいね。
返事は？はい、よくできました。先生、何やってんのさ。ん？あら、ミスウェルシュ、なーに、あなたもお仕置きしてほしいの？まさかっていうか、どうしちゃったのその格好。素敵でしょう。でもちょっと見せすぎじゃないの？ずいぶん堅いこと言うのね。ああ、やだやだ、優等生は。そんな、先生しっかりしてよ。先生が私を立ち直らせてくれたんじゃんか。ほっといてよ、先生はこれがいいの。役切れっすか。いいわ、先生が教育し直して。いらっしゃい、個人授業ね。そんなの先生じゃない。さあ、お仕置きされたい子は誰？